東に138キロのメクネスに行きます。メクネスを観光してから少し北のボルビリスにローマ時代の遺跡を見に行きます。その後さらに東に向かいフェズまで行ってフェズに泊まります。ブドウ畑です。メクネスはワインの産地としても有名です。メクネスの町に入ります。ムーレイ・イスマイール廟に来ました。ムーレイ・イスマイールは1672年ここメクネスを都としたアラウィー朝のスルタンです。彼は地方の宗教的政治的権力を解体してモロッコ王国の基礎を築きました。彼はその勢力を北はタンジェから南はセネガルまで拡大し職業的軍隊を使って要塞網を構築、また外交関係の強化のためルイ14世やイギリスのジェームス2世と対等に取引をしました。いくつもの部屋や中庭を通り中に入りましたが中は撮影禁止でした。観光用の馬車です。どこをどう歩いているのか見当もつきません。バブ・エル・マンスール門です。先ほどの霊廟の主、ムーレイ・イスマイルが着工して、彼の死後の1732年に完成しました。陶器と緑のモザイクで飾られたこの門はアラベスク模様で覆い尽くされています。両側にある大理石の柱は私たちがこれから行くことになっているボリブリスの遺跡から持ってきたものです。ボリブリスに向かっています。ボルビリスにあるレストランで昼食です。キノコのクレープ包みは美味しくいただきました。レストランから眺めたボルビリスの遺跡です。望遠ではこうなります。お壁とか人が祈りました。その遺跡に行く前に、これはムーレイ・イドリスの町です。モロッコで最も重要な町の一つです。イドリス朝の創始者ムーレイ・イドリスの墓があるからです。789年、ムーレイ・イドリスはここにモロッコにおける最初のイスラム王朝イドリス朝を開きました。彼は4代目カリフ・アリーと預言者モハメッドの娘ファティマの子孫で、アッバース朝に追われて786年にモロッコにやってきました。彼はたちまちベルベル人の支持を得てイドリス朝を開きましたが、彼の人気を恐れたアッバース人によって791年に暗殺されてしまいました。
それゆえにこの町は聖地として巡礼に訪れる人が後を絶ちません。ムーレイドリスの町の外側を通っています。ボルビリスに来ました。この町は新石器時代にはすでに人が住み、紀元前12、3世紀頃にはカルタゴ人に支配されました。紀元前40年にはローマ帝国の一都市となり、2世紀から3世紀にかけてオリーブ油、麦、野生動物の取引などで繁栄しました。今からその時代の美しい遺跡を見ます。ここはオルフェウスの館です。イルカのモザイクです。リフのモザイクです。白と黒の大理石、赤や黄、茶色の素焼きの陶片、緑や青のガラス片などが使われています。ローマの衰退後、ここには大きな町ができなかったので、モザイクの保存状態は非常によく破壊されていません。カピトリーノの神殿です。4本の柱は修復されています。生贄を捧げる祭壇、トリブナールのバシリカ、裁判所の役割をしていました。日時計です。カラカラ帝をたたえて市政長官マルクス・アウレリウス・セバスティアヌスが建てた凱旋門です。カラカラ帝の浮き彫り、ボルビリスの発掘調査は1915年に始まり、現在も進行中です。柱の館です。ボルビリスに残る邸宅はすべて同じモデルに従って建てられ、どの邸宅にも応接間、個室、モザイク装飾のある中庭があります。バッカスの館、食堂、応接間の装飾にはギリシャ神話の主題がよく使われました。日光浴の場所でした。丸くくぼんだところに背をもたれました。ヘラクレスの興行の館。ボルビリスのメインロード、デクマヌス・マクシムス通りです。最西北端のタンジャ門からカラカラ邸の凱旋門まで幅15メートルの大通りです。この通りには、大邸宅群がひしめき合っていました。正面がタンジャ門です。これからフェズまでバスは1時間半走ります。